ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪メダルバスターズ第3幕鬼ヶ島めでたし編。こちら前回までの2ボックス開封で見事全部揃ったんですが、まだはぐれが出てないのと、せっかく買ってしまったのでもう一箱開けてみたいと思います。今回はどんなのかな。では、いきます。じゃ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 ん。今回は、お、前回とはまた違いますね。これは、3057かな ?3057。前回と、前々回とまた違いますね。さて、どんなメダルが出るんでしょうか?はぐれは来てくれるんでしょうか?早速、開けていきたいと思います。では、1パック目いきます。せーの、じゃじゃん。ゲンマ将軍とドンドロー。ドンドロ来たー、やったー。ドンドローがなかなか出ないイメージなので、来ると普通に嬉しいですね。もうワンセットできたらお友達にプレゼントしようかなと思っているので、揃えばいいなと思っています。ドンドロが来たということは一角とかも来るかな。あ、前回と違うかな。まず2パック目いきましょう。じゃん。あ、引きこもりと玄魔将軍。玄魔将軍すごい、今回どの箱の中にもいっぱいいますね。困った困った。3パック目はい、いきます。3拍目は、せーの、じゃん、じゃん。マッサニャが来たーと、引きこもり。あ、引きこもりが被るパックもあるんだ。マッサニャが来ましたー。やったね。一角が、今回はぐれみたいなので、はぐれの一角欲しいとこですね。では、4拍目いきます。せーの、じゃじゃん。ガッツケと、あ、一角来たじゃん。いいじゃん。え、これも結構いいパック。一箱目引けばどれもいいパックに見えるのかな。では5パック目、5パック目はなんかいいのが、いい色が見えました。せーの、じゃん。マスターニャードだと、虫歯伯爵。マスターニャーダが2枚出てきましたね。こんなことってあり。あ、でもガシャドクロが2枚出てきたパックもあったので、あ、箱もあったので、そういうこともあるのかな?では、6パック目いきます。せーの、じゃじゃん。ガッツ系だ。と、引きこもり。ガッツ系がいっぱいのパックですね。1回目に開封したあのボックスと同じですね。では7パック目いきます。7パック目は何かしら。ダークニャーンとカラカサ魔人だ。あ、これいいじゃん。この組み合わせいい。すごいすごい。8パック目いきます。せーの、じゃん。虫歯伯爵と、ドンドロ。これ嬉しいけれども、ホロで被るのは嬉しいんだけれども、同じボックスで被りすぎだなぁ。9パック目。一番なんか被ってる気がする。9パック目いきます。せーの、じゃじゃん。カラカサ魔人と、ガッツ系。ガッツ系がすっごい来てる。残り3パックですよね。そう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 。うん。じゃあこれが10パック目です。いきます。10パック目は何かな?せーので、じゃん!つらみ太郎丸だーと、虫歯伯爵。これも結構いいんじゃない?ただ、犬にゃん
と、サルニャンがないかな。あと、マスクドニャンもないか。人によりけりかな。11泊目。いきます。せーの。じゃん。引きこもりと、マスクドニャンが来ましたね。マスクドニャン。引きこもり3枚目 ?4 枚目これは、引きこもり。結構被ってるぞ。いきます。最後の一パック。せーの。じゃん。カラカサマジと闇マロだ。闇マロが出ましたね。出なかったのが、これを見ると、前回散々出たオークアノカミが出なくて、マスクドニャン1個、ガッツ系が結構被って、犬ニャンなし、百姫なし、虫歯伯爵が2枚か3枚出ましたね。マスターニャーダが2枚出ました。カラカサマジンが3枚かな。現場将軍も出ましたね。と一角出て、破壊がなくて、不死身御前もなくって、不死身御前も被るボックスでは結構被りましたよね。と、サルニャンなくて、引きこもりいっぱい出て、闇マロ1個、ダークニャン出たっけ？ダークニャン出た。あ、ダークニャンいましたね。と、命取りが出てない。ガシャドクロも出てない。ドンドロが2枚、釣られたローマル1枚。まあ、一箱で揃わないにしても、でもこれ、犬ニャン、サルニャン出なかったから、ちょっと、破壊も出てないし、ガシャドクロもないし、欲しいものがある人にとってみては、ちょっと微妙なアソートなんですかね。はい、ということで、今回、開けてみて、何枚揃ったかなと思ったら、ワンボックスで揃ったのは12枚。前回、前々回は15枚揃っていたので、やっぱりちょっと被ってましたね。特に引きこもりが4枚、カラカサマジンも3枚かな。ドンドロ2枚とか、虫歯伯爵も3枚ぐらいいたかな。とか、なんかそんな感じの、あ、ガツケもいっぱいいましたね。そんな感じの被り方だったので、結構、って思っちゃう人はいるかもしれないんですけれども、ただ、マスターニャーだとドンドロが出たので、あとダークニャンですね。まあまあ、かなって感じですね。一角も前回全然出なかったし、前々回も1枚しか出なかったので、そう考えると、レアなメダルだと思います。では、早速、この12枚聞いていきましょう。カラカサマジンから。将軍虫歯伯爵釣られたローマル
ガッツ系、妖怪ガッツ系ですね。闇マロ。表のす。出ましたよ。おもてなすだって誰？もう一回いきます。そしてラストはドンドロ。ということで今回の妖怪メダルバスターズ第3幕鬼ヶ島めでたし編、こちらのボックスでは12枚のメダルが揃いました。ちょっと物足りなかったかな。そしてはぐれが出なかったので、もし店頭で余っているようならば買ってきてみたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。